アワープラネット TV の白石はじめです。衆議院外務委員会は30日、原発輸出に関する国会承認案について審議入りしました。民主自民両党は賛成する方針で、会期内に承認される見通しです。原発の安全性をめぐる疑問を残したまま、原発輸出が進められることに対して、市民の間では反発の声が広がっています。今週も原発関連の市民のニュースを3つ続けてお伝えしましょう。東京電力福島第一原子力発電所事故の賠償の範囲を検討する政府の原子力損害賠償紛争審査会は25日、避難指定区域外に居住する人への損害賠償について議論し、自主的に避難した人と地元に残留する人との間に差をつけず、一律の賠償とする方針を固めました。これに対し、自主避難者の問題に取り組む市民団体などからは、見舞い金程度の金額が配布されるのみとなる恐れがあるとし、避難費用の実費がカバーできる賠償とすることや、賠償期間は少なくとも2年間とすることなどを求める声明を発表し、署名活動を始めました。次回の審査会は12月6日に開催される予定です。11月9日から週 1,2 回のペースで開催されている政府の低線量被曝のリスク管理に関するワーキンググループについて、日本弁護士連合会は25日、会議の抜本的見直しを求める会長声明を発表しました。このワーキンググループは細野原発担当大臣のもとに設置されたもので、座長は永田木重信長崎大学名誉教授と前川和彦東京大学名誉教授が務めています。日弁連はこの部会について、低線量被曝の人体影響について否定的な見解に立つ専門家が多数を占めていると批判。市民は傍聴できず、議事録も公開されていないと指摘し、抜本的な見直しを求めています。全国で脱原発デモが広がる中、京都では27日、怒涛のドラムデモと題するデモ行進が行われ、およそ200人が集まりました。集まった人々はドラムや食器などを持参し、音を出しながら原発いらないと訴えました。主催者の一人、井上譲さんは、福島の原発事故とは距離があるけど、関西にも敦賀原発などがあり危機感がある、今回デモに参加した人々の今後の行動が重要だと訴えました。以上、ニュースをお伝えしました。では特集です。1999年に茨城県東海村で起きた JCO の臨海事故で、国や県の対応を待たず人命第一として独断で村民の避難を行った村上達也村長を覚えていらっしゃいますでしょうか。今年7月、原発のある自治体としては異例の脱原発を宣言し、原発のない町づくりを目指しています。日本で最も古く原発が作られた東海村、その首長でありながら脱原発宣言に踏み込んだ背景にどんな思いがあるのでしょうか。弁護士を中心にしたインターネットメディアNPJ の代表、あずさわかずゆきさんがお話を伺いました。今日はいろいろと注目される発言をしている村上さんにお伺いしたいことがあって東京から参りました。で、まずいつ頃からですね、この原子力に対して、脱原発ということをね、こう発言され始めたのかっていうのは、それいつ頃のことでございますか。脱原発ということでね、はっきり言うとその報道されるようになったのは7月15日の NHK のテレビ放送だったんですが、脱原発ということではないけども、東海村は原子力の町ということではありましたが、それだけにそのいわゆる原発マネーだけに依存していくという町づくりというものは将来的にちょっと不安定だなというものは気持ちの中にあったということは言えますね。しかし脱原発という表現で捉えられ、あるいは私自身も踏み出したという気持ちになったのは、やはり今年の
東日本大震災での福島第一原発事故の状況を見てからということははっきり言えますね。それはなるほど、ね。あの原発のね立地自治体、ここではまあ2つ原発があって、1つはまあ廃炉に今作業やってますけれども、東海第二原発もあり、2つの原発があるこの立地自治体でですね、そういうその首長としてね、お考えを持つに至ったについては、今までの村長になってからの経験でね、同年の事故とか、から1999年の JCO の臨海事故とか、過去の村長になられてからのその原発関連のね事故のこう体験というか、そういうのはやっぱり下敷きにあるんでしょうかね。ありますね。その私が村長になった年なんですが、私が村長になる半年前に3月11日でした。やっぱりここの東海村でのその同年の火災爆発事故というのがあったんですね。でその後そのあそこはその使用済み核燃料を最初にやってましたので、その再処理工場において爆発事故が起きたということで、その再開問題がずっと私が村長になってすぐに再開問題に取り組むというような形になったんですよね。それで、2年間経過して、実はその JCO 臨海事故が1999年の9月30日に起きるんですが、その翌日にはその同年が名前が変わりまして、核燃料サイクル開発機構ですかに同年間の名前が変わりまして、その時に理事長さんが最終工場の再開の要請文を持ってくるというのが10月1日で、9月30日その前の日にJCO 臨海事故が起きたんですね。でそこまで、こう2年間かけてなんとかその住民の意向も聞きながらやってきたんですが、そこでドーンと起きたんです。その間にもいろんな細かい原子力事故はたくさんその2年間の間にも起きてました。事故というかトラブルとかですね、起きてました。それで9月30日に起きたんで、これはまさに日本で初めてのその住民避難ということを村長自らがやるというような、前代未聞なことが起きたわけですが、それ以後結局そのなぜその JCO 臨海事故が起きたんだろうか、そしてまたそれに対しての国の方の体制整備というのはどうされるんだろうかというのを見てました。でその JCO 臨海事故の根本原因は私は安全神話だとその時も言いました。その安全神話を作ってきたのが政府であり事業者であると、原子力界ですな、原子力村というところですが、その原子力村で安全神話を作った、そのためにですね、政府もそのまさに中心的な存在ですから、そのために当時原子力防災法もなければ、それから原子力の規制のための法律も不備だったり、それから原子力規制体制というものも誠に貧弱なものだったんですね。原子力安全委員会も貧弱であったし、それから原子炉等の規制についてもいわゆるエネ庁自らがやってるというようなぐらいの話でしたから、だから法律も 法体系も整備されてない、組織体制も整備されてないという中で事故が起きたと。それは基本的に原子力界が安全支援を作ってきたからだということをずっと言ってきました。でその中で安全規制体制が翌々年に2001年の1月に、省庁改編で、原子力安全保安院ができまして、で原子力安全委員会も科学技術庁 の中にあった原子力安全委員会が、いわゆる推進機関の中にあった原子力安全委員会が内閣府の方に移ったと。で、人数も整備されたということで、その点でそれ以後当然ながらそういう方面が強化されるのかなと思ってましたら、そんなことはなかったというのは今回非常に暴露されたわけですね。福島第一原発事故で
安全委員会も、それから原子力安全保安委員も全くその安全規制側に立ってなくて、推進側のまさにそのお先棒を担いでたというようなことがあって、全くノーマークで原子力事業というのは推進されてきたというようなことであったわけですね。まあ それまあ、そういうことから言って全然その何も変わってないし、安全神話の中だけでやる原子力推進一辺倒でやってきたというのが、あの原発事故に結びついたというふうに私は思っていますかね。その1999年の、ね、JCO の事故の時に注目されたのは、村上さんがその何か行政としてね、避難措置を取ることが外からね、被害の大きさを見られて困るんじゃないかという懸念を払拭して、その住民の安全のために積極果断な措置を取ったというふうに私は記憶し理解してるんですけれども、その辺のまあ何て言いますか、原子力のところに周辺に住むね、原発の周辺に住む自治体の長としては何をその大事なものとして考えるで行政をやってこられたか、また JCO の時に対処されたかという、その辺はちょっとお聞かせいただけますか。まあ、まさにその当たり前のことなんだけども、基礎的自治体の長としては住民の命を守るとか、住民の財産を守るとかということになりますが、それが第一であって、だから当然ながら住民の命を守るということが第一であるし、また自分たちの町の将来、この地域の将来ということも考えなきゃならないということで、これは JCO の臨界事故で最も意識させられたことであって、その後の原子力に対しての村の姿勢としても、住民の命と、そしてこの地域の将来ということをずっとそれが第一だということでやってきました。それが結局避難に行ったと。で、あの時も言ったんですよ、JCO の人たちはいち早く避難しちゃったわけですね。事故を起こしたご本人たちは自分たちで逃げちゃったわけですね。だから私はその時に避難を覚悟する時に、あんたら関東軍みたいだなと、自分たちだけ安全圏に逃げちゃったなと。で、住民はそのまま見捨てたのかということなんで、じゃあ住民は我々が避難させるということで、避難させたということですね。あの事故は、本当に悲しいことに死者2名まで、従業員ね、JCO の従業員に死者2名まで出た深刻な、事故だったわけですね。で、それで今度その今回の場合ですね、福島で第一原発が非常に深刻な事故を起こしたということに加えて、地元でですね、津波が海岸に押し寄せて、原発の海岸に押し寄せて、そして防護壁の本当すれすれの高さまで波が来て、でその外部電源もね、喪失するということにもなったわけですね。その辺は地元の方としてはどういうふうに受け取られましたか。福島原発事故にもずっとこう3月 の、 11日以降20日過ぎあたりまでは福島第一原発事故の方に関心がずっとあったんですよね。それでもちろん、地震の被害ありましたんで、そちらの方の復旧ということで、悪戦苦闘しておったんですが、しかし原発事故については福島だけというような状態でおりました。ところが3月の20日を過ぎですね、ここの地元の原発はその地震で自動停止して、安定的に、保たれてんだろうというふうに私自身は思ってましたから。ところがその20日過ぎ22、3日か24、5日だったと思うんですがね、議会の方の東海第二の原発の状況、地震の時の状況というのを聞くような機会がございまして、その時に初めて防潮堤 にあと70センチ水かさが高ければ、防潮堤6.1メーターなんですが、それに5.4メーターの津波が来たということで、70センチ
高ければ、まあ、全電源喪失ということもありました。また防潮堤の中には実は水中ポンプの発動機があるんですが、水かさがあと40センチ高ければそれも水没したということで、そうすると全電源喪失というようなことがあったと。ということでね、これを聞いてもう実に背筋が凍るというのはそういう時なんでしょうが、我々も福島の人たちと同じ目にあったんだなと。すると我々3万8千人の住民おりますが、全村避難してて今頃どこに行ってたんだろうなと。それで住民の掌握というのはどうやったらやれるかということを、その自分がその時に東海の村長じゃなくて福島県のその原発所在地のその避難しているところの村長にパッと気持ちが移り変わりまして、これは怖かったです。これがまさにここに原発があっていいのかどうかということの考え始めた原点ですね。そして考えてみたらですね、実にこの東海村の周りには福島 の演習をずっと当てはめてみますとですね、いわゆる10キロ圏内には30万人おるんですね。東海村は3万8千人ですが、10キロ圏内になりますと30万人いて、 20キロ圏だと70万人を超え、そして30キロ圏内ということになりますと実に100万人を超えると。この人たちが避難してたということを想像したら、やはりこれはできないなというふうに思ったんですね。それはまさにそのここの東海第二の 3.11 の 時の状況を聞いて背筋が凍りつくという思いが、そういう形で頭の中でひらめいたということです。でそこからですね、かなりはっきりと立地自治体としてここまでおっしゃるというのはなかなか珍しいと思うんですが、要するに村の今後の行政の村のその展望ですね、これからの発展の展望としては原発がなくてもやっていくという、そういうその展望を描いていらっしゃるようにお見受けするんですけど、そこの点いかがですか。まあ、その前にですね、脱原発といいますか、この原発をと共存できるんだろうかということを思うようになりました。難点がございますね、福島第一原発の状況を見てまして。まずはその日本海溝型の、いわゆる日本海溝で海溝型の地震が起きたわけですよね。世界の中でマグニチュードその8以上の地震の回数というのは日本が大事じゃないのかと。でそういう列島に54規模原発あっていいのかということがありましたですね。それから、福島第一原発の先ほども申しましたが対応を見てたら、事故対応もできなければ住民対応もできてないと、で後手後手後手と、それで無用な被曝をした人がたくさん生じたと。でその後もその基準が不明確なために要すれば放射線にさらしているというような状況を見て何もできないと。こういう対処もできない、原発事故が起きた時に何の対応もできない国が原発なんか持つ資格はないと思いましたし、それとは3点目はまさにそのこういう人口がたくさんいるところに、原発があっていいんだろうかと。で首都圏、東京にもかなり近いというところに果たしてあっていいんだろうかと。これは政府としても真剣に考えてもらわなきゃならないというようなこともありまして、脱原発というようなことが考えていかなきゃならない。これは私は脱原発という言葉前に言いますとですね、これは非国民みたいな、これは原発という原子力界というのはある一定のその日本の国策ということでやってこられてますので、これは権力的な権力なんですね。
でそれに対してその脱だとか反だとか言ったらば非国民みたいなあの扱いを、まあ、捉え方されるわけですが、これはあの脱原発ということについて市民権を与えろと私は言ったんです。それで日本国民が真剣に考える必要があるということを言ってきました。あの原子力学会のシンポジウムで今おっしゃったその、脱原発という考え方に市民権をというのこれなんかこう非常に独自な響きをねユニークな響きを持って受け取ったんですが、今おっしゃったような意味を込めてらっしゃったわけですね。つまりなんていうかそのもうそんなねそんなね非国民的なに相手にしないんじゃなくて、それも一つの議論に乗っけたらいいだと、そうそういうことです。なるほどね。だからドイツはあのこの福島第一原発のを受けて脱原発路線に復帰したと。でイタリアはあのその国民投票で原発ノーとなったと、まあ、スイスも原発から脱原発ということになったという。でそれだけのことは日本は世界に影響を与えていると。それで日本人がそのことにも何にも考えないと、そしてこともあります。それから 前に言ったようにあの脱原発案ということについては発言もできないと言ったらば、そのいわゆる共同体から排除されるというようなことがありました。だからそこに要すれば日本のあのおごりとか過信とかそういうものがその積み重なっていって原発事故団という、まあ、世界でも、まあ、トップクラスのトップというかその最悪の原発事故を起こしたと思ってましたんで、でまあで質問の東海村はじゃあどうするのかということでありますがね、まず基本はねみんなね考えてみましょうよと。あのそれは原発はね非常に便利なものです。金を得ようとするならば地方財政を豊かにしましょう、それからあの短絡的にあの雇用も確保しましょうというのは非常にそれはこんなあのいいものはありません。原発を作りますよと言ってその計画がスタートすれば途端にあの電源交付金が入ってくると、それも10年間で、400億円以上も入ってくると、こんないい話はありません。それをみんなやってきたわけですね。原発立地市町村はで双葉町も大熊町も富岡町もあの辺りも、それから今後その南相馬市も浪江町もということで原発に依存しその誘致してというような形でやってきたんですね。一生懸命誘致してましたよ。しかし結局は原発事故にあったらば何もかも失ったと。ふるさとも失ってしまった、未来も失ってしまった、子どもたちの将来も奪ってしまったということになったんじゃないかと。あの原発事故の後、まあ篠町団といってあのクビになっちゃった大臣が おられましたがね、何言ってんだと私は思いましたがね、当たり前じゃないかと。私もあの原発事故の後ですね、あのこれ共同通信の写真だろうと思うけど、あの双葉町の入り口にあの原子力明るい未来のエネルギーというこの横看板が大きく立ってるわけですね。その前にあの犬が一匹まあ亡くなって倒れていたんですが、その写真を見た時ね、私はあのアウシュビッツのこのアルバイトバハトフライというあのありましたね、その働けと自由になるぞというようなアルバイトバハトフライと、そのあれをこうイメージしましてよく、アウシュビッツ、だから原発で潤ったところでそれは一時一睡の夢じゃないのかというふうに私は言ってるんですがね、それよりあのもう少し貧しくても地道にあのその地域の人たちが力を合わせて、住民が力を合わせて、古くからの産業とか文化とかそういうのも育てていくというのがこれからの時代じゃないのかなと。まあ、あの規模が違うんでね、あの JCU の臨海事故の延長線上では考えられないところがありますがね、私は一言でもっと怒れよと言いたいですね。みんなあの優しいんだなと、首長は福島県の、まあ、怒ってる市長さんもおります、あの首長さんもおりますがね、本当に優しいんだなと。
そこはね、もっと起これと、今は救済策というものが全く見えない、うん、いろいろと言われてます。除染のことも言われてるし、から損害賠償団ということも言われてるけども、あんな損害賠償方式で救われますかと。その前に消耗して死んじゃいますよと。それから子どもの健康調査に、被爆調査にしろ、こんなのはね、遅れに遅れましたよね、うん、今さら被爆調査やって果たして出てくるんだろうかと。要素131なんていうのはね、消えちゃってるわけですから。それでその時に機会がないとかなんか言ってたわけですな、その政府とか東電なんかは。機会なんていうのは、その必死になれば、子どもを守るという気になったらばですね、全国から発電所にホールボディカウンターある持ってるわけですから、この際だから一斉に集めるとか、してやるとかね、なんかやるべきだったんじゃないのかねと思いますね。今でも東海村に輸送して2時間かけて子どもたちを運んできて、大人も運んで、ホールボディカウンターで調査してるんですよね。1日100人ぐらい、そんな手間かけてんですよ。東海村にはあるんですよね、そういうホールボディカウンターは。でもそんなことで私はお茶に申しだと思ってる。本当に一斉に救おうという気持ちがあるならば。でまあそれはね、そこの自治体の調査にとにかく言える話じゃなくて、これこそ政府がやんなきゃならない話だと思うんですがね、もっと私は怒れと思うな、まあ、あしらのごとくというか、起こっていいんだろうと思ってますね。もう何もかも奪われたんだから、そこで手加減する必要はない、東海村の村上村長のインタビューをお伝えしました。来週の特集も原発関連です。福島県福島市で高い放射能汚染が計測されている渡地区の問題をお伝えします。ではまた来週。